Hello semuanya, saya Okaji。前回の動画で日本語の継承についてシェアしました。今回の動画はそっちを見てからの方が理解しやすいので、まだ見ていない方は上のリンクからどうぞ。基本的には前回の動画通りに継承をつけて名前を呼ぶことをお勧めします。しかし、関係性によっては継承をつけない場合もあります。継承をつけずに名前を呼ぶことを呼び捨てにすると言います。この単語も覚えておきましょう。今回はどんな時に呼び捨てにするのか、呼び捨てにすると日本人にはどう聞こえるのかをシェアしたいと思います。説明の前に名前に関する単語を確認しておきましょう。皆さんが知っている名前という単語は状況や文脈によって以下の3パターンの意味が考えられます。1、姓プラス名。2、姓のみ。3、名のみ。ビジネスシーンなどでは1の意味で使われるし、カジュアルなお店の予約時などでは2、姓を知っている前提なら3の意味になります。つまりすごくややこしいんですよね。なので1、2、3のどの意味かを明確にしたいとき、日常会話では以下の言葉を使います。1、姓プラス名はフルネーム。2、姓のみは名字。3、名のみは下の名前。以降はこの言葉で説明するので覚えてくださいね。ちなみに姓、名は書き言葉なので会話では使いません。では、継承をつけない名前の呼び方についてシェアしていきます。1、フルネームの呼び捨て。日常会話において、相手をフルネームで呼び捨てにすることはほとんどありません。強いて言うなら、芸能人や芸人の名前を言うときには、フルネームで呼び捨てにすることが多いです。2. 名字の呼び捨て。これは以下のような場合に使われます。年上が年下に対して、先輩が後輩に対して、上司が部下に対して、先生が生徒に対して、上記は君やさんがある場合に比べて、少し厳しいイメージがあります。厳しい先生や上司が使うことが多いです。同級生や同僚に対して、使うときは、距離が遠くもないし近くもないといった状態です。スポーツ選手に対して、新聞など、文章の簡潔さを求められる場合や、一般人が話題に出す場合、スポーツ選手は呼び捨てにされることが多い。3、下の名前の呼び捨て。下の名前の呼び捨てはかなり距離が近いイメージで、以下のような場合に限られます。親族が年下に対して、恋人に対して、かなり親しい友達に対して、その他かなり親しい関係の人に対して。特に気をつけるべきは、男性が恋人以外の女性を下の名前で呼び捨てにするとき。もし関係が親密でないなら、チャラいと思われる可能性大です。以上が呼び捨てをするシーンとイメージです。まとめるとこんな感じ。いかがでしたか？呼び捨てに対して理解できましたか？自分と相手との距離を踏まえて正しい呼び方をしてくださいね。動画の最後に同格への呼び方と距離感をまとめた表をつけるので最後まで見てね。では今日はここまで。もし動画が面白いと思ったらぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。